はい、来ました。皆様どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。青空すばるです。本日はですね、やっとキャプチャーボードを買いましたので、早速話題のゲームスーパーマリオ 3D コレクションから、マリオ64の方をやっていきたいと思います。いやマジで、いやもう本当にさ、最高よな。ここ全部懐かしいんだけど、スーパーマリオ64だけは実はあの64の実機でやったことはなくて、DS で再収録されたスーパーマリオ64の DS の方で、プレイはしてたんですけど、いやにしても、まあ、実質どの作品も、1回は必ずやったことあるという、ことで、関しまして言うと、まあ本当にどれもこれも懐かしいというか、いやー 3D のマリオ集まったなーって感じでかなり興奮しております。ということで、早速スーパーマリオ64やっていきましょう。It's me, Mario. It's me, Mario. Hello. Hello. うわ最高。あすげー、このね、全くこのカーソルがぴったりここのマリオのとこに合わない感じとかもいいですね、なんか本当に。で、今回マリオ64をやっていくにあたってですね、スターがですね120個、このゲームには、まあ、隠されているというか、獲得できる個数になっておりまして、で、まあ、120なんで、まあ、パート1つごとに10個集めていけばパート12で、終わるんじゃないかなということで、まあそういうのを目標に、まあ収録なりなんなりちょっと、考えていこうかなと、思います。で、まあ最初のうちはね10個なんて獲得余裕だと思うので、まあゆっくり、思い出に浸りながらマリオ64やっていこうかなと思います。やっていきましょう。じゃあまず早速ここからやっていこうかな。まあやっぱみんな通る道はここでしょうと。あーいいね、このパパンパンパパンパンすら懐かしく愛おしく感じますわ。マリオ64のさ、あのミニゲームの中にこの黒ボム兵と赤ボム兵のミニゲームがありましたよね。思ったよりこの空中での制御効かない感じで、おーおーおおおびっくりした画面えぐ今で、ここで反転と。さあ来ました。わしがボムキング、つまり爆弾の王様だ。よくここまで来た、その勇気は褒めてやろう。とはいえお前にただで大事なパワースターをやるわけにはいかん。そこでチャンスをやろう。パワースターが欲しければわしを投げ飛ばしてみろ。後ろから担げるか。さあかかってこい。まあ余裕のよっちゃんですよ、こんなの。まずはボムキングを真ん中までおびき寄せます。端っこはねすごい戦いづらいんで。さあこのね、距離によってマリオの顔が若干このモデルのね粗さが出てくると思うんですけど、これもね昔の64ならではの手法でして、モデルをね、モデルのポリゴン数を低くすることで、データのね容量を抑えるというのがね、こちらマリオ64からの、編み出された技なんじゃないでしょうか。どこが起源かちょっとね今曖昧な説明をしましたけど、そしてボムキングのね後ろを取るのが非常に難しい。これは立ち止まって掴むっていう行為がかなり難しい。さあ2回目の投げ、3回投げたら終わりですからね。ちゃちゃっといきましょう今度は。よいしょ、勝った、いけとい。おいてて、回り込みの、あれ待って声忘れたわ、やべ。回り込みの速さはまだまだだが、なかなか強いな。お前のような家来が欲しかったぞ。はじめの約束通りパワースターをやろう。またわしに会いたいとき、このスターをメニューから選ぶがよい。さらばじゃ。こんなんだっけ声声忘れがち。青空すばる声作るけど声忘れがち。さあスター1個目取っていきましょうと。危ない、スターガン無視すると思わなかった今、危ねえ。まあね、本当にさっきも言いましたけど星10個序盤のうちはまだまだ余裕なんで、さっさと行きたいところですけど、まあ動画のね尺的にちょっとこう面白いところを作っていきたいところもあるので、まだね最初のんびりやって10個取ってね、こう尺どうにかしていった方がいいんじゃないかなみたいな。後半の方はやっぱね一つのスター獲得するまでに時間がかかったりかするかもしれないので、まあそういうところをね考慮しながら、やっていきますね。よーいどん。カメラワーク悪ーいいや余裕ですよ、余裕ではある、正直なところ全然余裕。マリオ64に慣れてないだけ、まだやってんのスイッチですけど。あれ反転ができない、よしオッケー、クリアー、はいはいはい。
さあ2個目のスター、レッツゲットです。レッツゲットです。3番、空の島までぶっ飛べ。あそこの上に浮いてるラピュタが見えますでしょうか。あのラピュタのところにスターがね、出現すると。でそれに伴ってですね、こちらです。僕たちは平和を願っています。だから大砲は使いませんけれど、あなたをどこかに飛ばすなら平気です。どうぞ使ってください。このコースにある全ての赤ボム軍大砲を、使えるようにします。ということで、なんとこちら赤ボム軍団が、協力してくれて大砲をね、使うことができると。準備完了。そこの穴に入ってみてください。4つの大砲を使って空の島にあるスターを取れるはずです。 L で狙いつけ、B で発射と飛びながら木にも掴まれます。ボタンの感じまだなんかシビアなんかな。結構同時押しとかでどうにもこうにもできない感じで。さあ木の上どれぐらいでかすめるんだろうな。ちょっと怖いな。こんぐらいかな。いきます。いや、噛んだ。いきます。発射！ほい！あぶねえ！あぶねえ！縁すれすれよ。で？スターは？これか。これだ、これだ。はい、やりました。さっきのね、ちょっと木に被った感じのカメラワークもだいぶ危険ですけどね。Here we go！ 声出ない。さあ、8枚の赤コイン、やっていきますよ。赤コインはさっきね、こう途中途中に、今ね、こう画面の奥にも見えてると思うんですけど、あるのを8枚、集めると、なんとスターがね、引き換えでゲットできると。いや、ちょっと外した。あー、じゃあ外すね。難しい。よいしょ。いて、なんで勢い余りすぎて壁に頭から行っちゃった。そんなことある？よいしょ、1個目。危ない。あのね、ちょっとした角度でね、もう頭、アバーさん、グフーン、うわ、そはー、難しい。ちょっとした角度でね、滑り判定始まっちゃうのがかなり厳しいんですよね、このゲームね。はい、2個目。もうちょっと上でもいいはず。いきます、よいしょ。はい、痛い。はい、痛い。痛すぎる。全然上だったんだな。よいしょ。よいしょ、怪しい。怪しかった、今。怪しいんだったわ。怪しいんだったわ。これ横からの大砲ならまあ、いけるでしょ。ああ、もう余裕だ。ああ、完全余裕だ。ちょっと上目で。オッケー、ナイス。よいしょ、3個目。やばい！いやー、はい、はい。先読みの能力者。ワンワンの確実に狩る前の時間怖いな。ちょっと、マジで近づいてこないで、もう。事務所に取ったんかな、許可あれ。このね、ノコノコがね、素晴らしいアイテムなんですよ。ほら、もう余裕で登れちゃう。ああ、なんと、あんなとこにあんじゃん。あ、危ない。ああ、痛ーい。よし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 。お、ビジャピノコだ。イエーイ。いや、幕末にね、住まわれるお方だったら、この赤コインはね、イフすべき存在ではありましたが。あれ、7？ ああ、8。あ、ここに2個揃ってたんだ。ああ、なんだなんだ。オッケーオッケー。さあ、これで、4つ目のスターをゲット。いやー、幸先がいい。もう一回行っちゃおう。ワンワンのとこにもスターあるんでね。多分そろそろワンワンじゃない？あ、空に羽ばたけ羽マリオか。まあ別にね、その、コースごとにね、決められたスターを取らなきゃいけないわけではないので、これワンワンを避けて、クイを。やば、シビア。やば、シビア。やばい、シビア。これはやばい。くぅ。クイシビアだ。ちょ待って、逃げろ。危ねえ。避けて、いやー、ずれるな、ここ。やばい。くーわー、やーばい。あ、ダメだ。一回回復しに行こう。冷静にならなきゃいけないんで、自分が一番。あー、これはやばいと思った瞬間、すでに水の爆弾には当たっていたんだ。よいしょ。再戦、再戦。あ、危ねえ！おい、スタンバってんじゃないぞ、お前。乗ってしっかり。いや、おかしいって。いやー、で、回避できた。うまい。オッケーオッケーオッケー。勝った勝った勝った。よし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 。さあ、これで5個目のスターをゲットですよと。エビゴー！声カスカス。これ次どこだっけな。これあれかな、バッタンキングだったかな。ああ、バッタンキングだ。怒りのバッタンキング。さながらランボー。ここショートカットいけるかな。やってみよう。よいしょ。ああ、無理。いや、いけそうな気もするけどな。おほほ、半ばズル。半ばズルをしたところある。バッタンキング倒してないから、ここになんか塔みたいな立ってないんですね。
ああ、気に入らねえ。俺たち石のおかげで家も城もできるってのに。あれ、これ小崎似てない？いつも踏みつけるばっかりで、絶対ありがたかったらどうだって。おうおう。おい、そこの D さん、ふらふらってんだねえや。機嫌が悪いんで、おすすめすまうぞ。文句があんなら、キップドロップで、このバッタンキング様を踏みつけてみやがれ。やってやるぜ。かかってこい。うい、で、こう。はい、うまい。はい、うまいよ。倒れ始めたら、左右に避けて、ヒップドロップ。これがもう完璧なんですわ。待って、来たら、OK、危ない。ちょっと今、時期が見えなかったですけど。あっけてぞ。またまた踏みつけられてまった。所詮、伊勢は伊勢なのか。おめえの風で、これ持っていきやがれ。かく。バッタンキング、よう見ると後ろの、なんか、石のひび割れ、ちょっとかわいそうに見えてくるよな。弱いところ追撃するの、気持ちいい。さっきのコースで5個取ったんで、ここでも5個取って、あれ終わりでいいんじゃないかな。あ、普通にここにあれか、スターがあんのか。あ、危ない。ちょっと待って。爆中の判定、しゃっくりできちゃった。爆中の判定なくない？全然。あ、出てきた、風光。まあ、今回使わないんですけど。あ、若干見えないから、なんかここを、どっちだっけな、こっちの角かな。こっちの角スター隠れてんだよな、確か。ほらー。ほら、覚えてるもの。でもこんぐらいじゃない？いけるでしょ。いけたー。ネビゴーうん、6つ目のやつまでひとっ飛びしちゃった。なんかね、ここのところが怪しいと思うんで、って、いやー、うまい！あ、痛い！うまい、痛い。もうちょっと下なんだ、あれ。もうちょっと上かなー。いや、いっちゃい。あー、そうだよね。いけ！あー、うまい！あー、うまい！あー、ほーほー、惜しい！高さ的には、ここら辺でよかったから、あとはこの白い棒を掴まれる位置。ここ、いけ！あ、行ったんじゃない？あ、来たー。危ない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 。あ、これ、頭当たってたのに掴んでくれないんだ。あー、オッケーオッケーオッケー。浮島の8コイン。まずは、危ない、いい、危ない、ここに1個。あ、やーははーん。さあ、1個目。ドッスンの頭の上にあった気がする。で、この上にある。あ、取れない。どこ？オッケー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 。で、奥に見えてますね。はい、お邪魔よと。倒しながらね。取っていくスーパープレイ。これで、先端かな？ここら辺にいれば多分コイン全部。ペロン、ペロン、ペロン、オッケー。いやー、すごい。1アップキノコも、わー、ちょっともう、ください。待って、逃げないで、逃げないで。行かれてるって。あ、行かれてるって。あー、消えてなくなったー。よいしょー。痛ぇ、何？あ、そこもぶつかるんだ。いや、ちょっと、わかんないよ。あー、危ない。オッケー。あ、危っ。アブアブ。アブアブアブ。赤ちゃんになっちゃう。オッケー。で、あとは、ほい、ほい。オッケー。ゲッチュー。あ、スター10個目ゲットしちゃったな。あ、キノピオいる。ちょ、一回キノピオ話しかけようか。クッパが、スターを待って、行っちゃいました。棒に上がってみれました。スターは、一つの数に、6個あるはずです。6個か。いやいや、今、あれだ、疑問が解決した。でも、アイテムスイッチを全部押してからでないと取れないスターもあります。どんどん先のコースへ進んでください。喉えぐ。スタート画面でスターの名前が見られます。昔の敵に会いたいときその星を選ぶとまた入れてきまいます。上んとこね、あそこ太陽光ってると思うんですけど、この輪の中に入りながら上を見るとなんと各地ステージ言えてた今。隠しステージの方にね、行けるんですよ。はい。ということで、パート2もお楽しみにしていただきたいと思います。ということで、今回パート1は、以上で終わりにさせていただきたいと思います。こちらの動画面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いいたします。またツイッターもね、やっておりますので、そちらフォローしていただけると幸いでございます。また次回の動画は配信でお会いいたしましょう。またねー。バイバーイ。チャンネル登録と高評価、そしてついでに通知もオンでよろしくねー。